皆さんこんにちは。こんにちは。吉野正です。はい。ということで、今日ご紹介したのはこちらでございます。ババン、でかい。でかいよ、これ。地球サイズぐらいですね。そんなわけないですね。はい。ということで、これはですね、今日ご紹介するのは、セブンイレブンさんの期間限定、ビーフ&ベーコン。ビーフ&ベーコンとしか考え、書いてない。あ、期間限定バーガーって書いてあるね。期間限定バーガー、ビーフ&ベーコン。ということでございまして。何か情報が書いてあるかなと思ったら、特に書いてないですね。特に書いてないです。はい。じゃあ開けてみたいと思います。これね、温めすぎてですね、実はですね、かなりですね、冷ましたんですね。ででん。どうですか。ででん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 でん。バンズ。バンズ、白ごま、ベーコン。うわ、ベーコンがもうなんか、チャーシュー色になってますね。うまそう。そしてトマトが、あ、トマトじゃないな。オニオン。そしてパティがでかい。で、チーズにケチャップもついてんのかな。ということで、これ何でしたっけ、商品。ビーフ&ベーコンね。うわ、すごいね、これ。で、これ金額言ったっけ、これ。398円なんですよ。約400円なんですよね。400円で1個単品のバーガーって、マクドナルドでも滅多にないので、相当ボリュームありますね。はい。ということで、ほら、ベーコンがこんなに。さあ、どっから行きましょうかね。これ、ここですね、やっぱり、ね。行きますよ。いただきます。うん。あ、これ。うん。あのね、ビーフのパティは相当ですね、厚みがあるんですよね。あの、薄くない、厚みがあって、ボリュームがあるんですけど、要するにソースがかかってるわけじゃないですか、特に。もちろんチーズとか、ケチャップとかかかってると思うんですけど、あの、ソースがね、特にあの、かかってるわけじゃないんで、本当にこの、パティの、あの、美味しさみたいな、旨味みたいな、味わいがですね、しっかりあるんですね。これで、多分分厚く練ってあると思うんで、そのパティを焼いてあると思うんで、だから本当にですね、このパティで勝負しようかなっていうところがね、すごく伺われますね。で、そのパティだけだと、なかなか厳しいんで、このベーコンを結構ですね、大きめのベーコン入れて、ミックスされてるのかなっていう感じですね。だから本当に、ソースがかかってないんで、この約400円ってことは相当ですね、このパティにお金をかけるんじゃないかなと思いますね。うん。バンズは、やっぱりね、ちょっと固めになっちゃう。やっぱりね、できてから、時間が経ってるということと、あとその、電子レンジでやっぱ温めて、水分が飛びますよね。それに比べて、マクドナルドとか、私も言ったその、ファーストフードのバーガーっていうのは、一応、ライトの下ですね。で、置いとくんですね。で、そのままもちろん置いておくわけじゃなくて、できて包んで置いてあるんで、そこから水分が逃げることあんまりない。もちろんあるんですけど、電子レンジで温めてですね、水分が飛んでしまうことではない。だから、スチーム、勝間先生がよく、なんか、メルマガでおっしゃってる、その、スチームされる、電子レンジみたいなのがあればですね、すごくね、ふっくらして、バンズのこの、なんていうか、変なその水分抜けたこのパンの固めみたいなのはないと思います。はい。でも、まあ、それをね、コンビニのバーガーに求めるのはちょっとね、厳しいんで、あ、そうか、コンビニの電子レンジをそういうのにすればいいのか。でもそこまでコストをかけるかどうかですけどね。はい。ということで、ありがとうございました。美味しゅうございました。今日ご紹介、何分喋ったさ、喋ってないね。よかった。はい。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、マクドナルドさんじゃなかった、セブンイレブンさんでですね、購入させていただきました。バーガーの、ビーフ&ベーコン398円でございました。ありがとうございました。すべての神々はこの指に参る。ストップボタンポチッ。